になるけど、ここで外す。で、3本目、ここが、ここから、俺らラフから、クラブに外してきて、どこでもいい。で、どこに来るか分かんない。トラップして打ってもいいし、ここで打った人がいるから、当ててもらって、こちら。グッド。また、ぶっけりぞ。グッド。ゴー。まあ、個で仕掛ける部分であったり、そういう部分をかなり意識してやってきたので、まあ、それを今回代表でも出せたらなっていうふうに思います。内田篤人さんコーチで入られてますけど、本当にボール回し一つとっても学ぶところがたくさんあるので、まあ、短い期間ですけど少しでもたくさんのことを吸収できるようにしたいなと思います。久々のですね、日本での親善試合なので、ぜひ多くのファンの皆さんにね、なでしこの選手たちが、まあ、いいパフォーマンスをして、なでしこジャパンというね、イメージをまたさらに皆さんにね、お伝え見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。内田コーチ、何でしたっけ？やっぱりこう空気を読むというか、選手との絡みとか、まあ、自然体でもいいセンスしてますよね、はい、いろんな経験してますので、さまざまなね、そういったものをね、内田君から発信してもらえればと思います。はい、ありがとうございます。はい。